マジかよ。八郎から差を詰めてくる。そんなバカな。任を取ろうとってそうはさせるか。まさか先の仕返しにぶつけてくる気か。しまった。俺が抜かれるなんて理解できねえんだよ。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるね。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。